56式自動道府槍は1956年から中華人民共和国でライセンス生産された AK-47-3 型のコピーである。1980年頃までは解放軍交渉が、それ以降は中国北方工業工師が製造を担当し、現在までに1000万から1500万兆が製造されたと言われている。 ソ連崩壊時に AK-47 の生産元が民営化されてからは中国の独自開発と主張してライセンス料を支払っていない。中国人民解放軍全体で使用されたほか様々な国の軍隊や武装勢力に供与された。ふやりは中国語で不標銃や小銃の意であるが人民解放軍では長らく短期間銃に相当する運用がなされていた。 ことから、56式小切先槍やや56式置き先槍、五56式短期間銃などと表記する場合もある。中華人民共和国が製造した銃には56式自動負槍りと同様に、56式の名を冠した56式半自動負槍りと56式半容器槍りが存在するが、これ以降は特に必要がない限り56式とのみ表記する。 基本的な構造は AK-47 の3型をベースとしている。前期生産型は AK-47 と同様にフレームを削り出し加工で作っていたが、1960年代中頃以降の生産型ではアカムと同様のプレス加工に変更されている。56式の最大の特徴はフロントサイトのカバーであり、 ソ連をはじめとする他の国で製造された AK では、カバーが上部まで達していないのに対して、56式は SKS カービンのものに似た円柱型になっており、上部まで覆われている。また、自国向けのモデルは、切り替え軸部の表記が漢字で、輸出モデルは、単車が D で連車が L となっているようだが、実際は、人民解放軍の写真でも両者が混在するものが、 見られる。ちなみに、重厚に取り付けられる折りたたみ式のスパイク型銃剣が特徴と思われることが多いが、重心が前方に寄りすぎる上、実践に使える代物ではなかったため、特にゲリラや民兵といった規律が厳しくない集団が使用する場合、重心から取り外されていることが多く、輸出型では、 オリジナルや東欧諸国製の AK-47、アカムと同じ着脱式内フ型銃剣を装着するようになっていることも多い。さらには、多くのソ連製以外の 7.62mm 口径の AK がアカムをベースとしているのに対し、56式は比較的古い時点のライセンス製産品であるため、斜めに切り落としていない銃口・重心に対して、 平行になっていない極重傷、強化リブのついていないレシーバー上部のダストカバー、左右への膨らみのない下部ハンドガード、ガスシステムの排気口がガスチューブの先端ではなく側面に設けられているなど、アカムよりも原型の AK-47 に近いデザインをしている部分が多い。元傭兵の高部正樹は56式について、AK のバリエーションでは打作に入る。 バイオネットや構造のせいで他国の AK に比べて重く命中精度も悪いと辞書や取材で述べている。アームズマガジン2002年1月号の特集ではニカラグアの紛争地域で中国製 AK は単発でも10発ほど撃つと重心付近に影楼が発生して照準が定まらなくなる。作りが荒く命中精度も悪いという現地兵の発言を載せている。 56式自動不やりを手にする人民解放海軍の水平中国はワルシャワ条約機構に加盟こそしていなかったものの1960年代に対立が表面化するまでは共産主義国家としてソ連から軍事援助を受けており東側兵器の多くを製造していた56式もそのうちの一つだが中国ではソ連から購入した生産ライセンスの 期限が切れた後も製造を続け、第三国の軍隊に供与、あるいは売却し、中国の56式の生産量は、ソ連の AK を上回ることとなった。特に有名なのは、ベトナム戦争における北ベトナム軍と、南ベトナム解放民族戦線であろう。北ベトナム軍と、ベトコンでは膨大な数の十六式が、 ソ連製や東欧製の AK と共に使用されている。1979年の中越戦争においては、中国人民解放軍で56式半、自動不やりに次いで、保有数の多い消火器が56式であったため、双方が使用した。また、1980年代のソ連のアフガニスタン侵攻においては、CIA の資金援助によって、 大量の56式がムジャーヒディーンに供与されており、ソ連軍撤退後に続いた内戦においても、ターリバーンや北部同盟をはじめとする各軍閥や政府軍において、ソ連製オリジナルや東欧諸国製の AK に混じって使用され続けた。特にターリバーンの兵士には大量の56式がパキスタンから供与されて普及していた。また、ニカラグア内戦では、 アメリカ合衆国に援助されたコントラに供与された。イラン・イラク戦争においても中国は、イランとイラクの双方に56式を輸出し、双方が使用した。1983年から始まった、スリランカ内戦においては、スリランカ政府軍が1980年代中頃から、FN フルと H&KG3 の後継小銃に56式を、選定して使用したほか、 ファミル・イラム解放の虎も政府軍から露革した56式を使用している。ミャンマーでは1960年代後半から同国内での反中運動の高まりに対する同政府の対応への不満と中国の文化大革命の革命輸出路線により中国に接する山州北部を支配下とするビルマ共産党に対して中国が支援を行うようになった。 これは大々的に行われ、一時期は、公衛兵や軍事顧問の派遣すら行われた。こうした、同共三党への軍事支援の一環として56、六式など、中国製の装備が大量供与された。90年代以降、中国とミャンマー政府が急速に接近し、同共三党も内部崩壊したものの、中国からの支援は細々と続けられており、 和州連合軍などの分裂した後ろ身の少数民族民兵組織が使用している。これらの民兵組織は中国式の装備を保有し中国式の訓練を施されている。また、1960年代から北部カチン州で抵抗運動を続けているカチン独立軍にも供与されている。一方、ミャンマー政府軍は H&KG3 及びガリルを主力小銃とし、国内でライセンス生産して装備している。しかし、少数の路角、押収した56式も一部の部隊で運用しているとみられる。クロアチア紛争及びボスニアヘルツェゴビナ紛争では、クロアチアが56式を導入したほか、コソボ紛争においてもコソボ解放軍がアルバニアから流出した56式を使用した。 イギリスでは1987年のハンガー・フォード事件での犯行に使われ、半自動武器の所持が規制されるきっかけとなった。アメリカ合衆国では56式のスポーターモデルが販売されたが、1989年のストックトン銃乱射事件に狂気として使われ、これを受けてロベルティロス攻撃用武器規制法が制定されて、 当時の大統領だったジョージ HW ブッシュはアサルトウェポンの輸入を禁ずる大統領令に署名し1994年のアサルトウェポン規制法の制定をきっかけに民間への販売が禁止になるも1997年のノースハリウッド銀行強盗事件では再び使われ余剰在庫となった56式がファークなどコロンビアのゲリラに流出する事件も発生した 政府の正規軍ではないゲリラや民兵、テロリスト、海賊などが56式を他国製の AK と共に用いることも多いが、それらは横流し品が兵器の闇市場で売買されたものか特定の国から供与されたものであることがほとんどである。ガザ地区を実行支配するハマスが使用する56式はイランがダルフール紛争で戦闘を繰り返している。 民兵組織ジャンジャウィードの装備する56式は、スーダン政府がそれぞれ供与したものと見られている。このほかフィンランドやマルタが戦時用ストックとして、相当数を購入しているほか、アメリカ海軍の特殊部隊ネイビーシールズが多国製の AK と共に運用していたことがあるなど西側でも、限定的に使用されていた。左から 56S-1 式。 5.56mm 口径の 84S 式、56S 式レシーバーは、プレス加工の後期型側面折りたたみ式の重傷を、有する56から2式。フィンランドの博物館の展示品 AK-2000、P56 式自動小銃を持つボリビアの海兵隊。56から1式自動小銃を構える、シリア陸軍の兵士。重厚の髪型にある、 フロントサイトのカバーが関係になっている。中国から共産主義的な軍事政権への援助が行われた場合、必ずと言って良いほど56式とそのバリエーションが供与された。現在はそこからさらに第三国の軍事政権やゲリラ、民兵、テロリストへと流れ、大きな社会問題にもなっている。ここでは、現在までに56式シリーズを正式に採用した。 経験のある国のみを表記する。56式シリーズは、AK-47 シリーズとほぼ同一の外見を持ちながらも、AK-47 に比べてはるかに多い、生産数を誇り入手が容易であること、程度の良い、ソ連製オリジナルの AK-47 には、ある程度のプレミアがつくことから、映画などでは、コスト削減のため、 AK-47 シリーズの代用品として用いられることが非常に多い。特に、ハリウッド映画のプロップガンなどは、大概56式が改造ベースであると考えていい。その一方で、プラトンでは北ベトナム軍の兵士たちの武装として、56式であることが明確にわかるように演出されている。ありがとうございます。